2ステージ目楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、こんにちは、フレボです。お願いします。午前中ちょっとオリジナルをなんかカバー曲ですね、ずっとやったので、今度はダイニングはオリジナルだけなので、皆さん知らない歌ばっかりですけど、先ほどですね、風間中学団がすごく大事だったんですね、トリオがすごくあのね、楽しい歌が、ね、いっぱいあったんですけど、私基本マイナーなのでくらい歌しか歌えませんけど、よろしくお願いします。最初は銀の詩人とか
オリジナルでですね、吟遊詩人と吟遊詩人ですねと荒野の少年というですね、歌をちょっと聴いていてみましたけども、ほとんどですね、これ高校時代に作った歌ばっかりです、ですね、また暗い曲ですいません。松山ちゃんのですね、旅立ちというのがありますね。私のって、あの歌の、ちょっと影響を受けまして、旅立ちセカンドというのを作りました。聴いてください。明日には新しい世界へ旅
明日には新しい世界へ旅立つ。これも高校の時作ったんですね。なんて暗い青春だったんでしょうねと思いますけど、はい、どんどんいきます。いや、風花に送られてというですね、ちょっと静かだったんです。